砂場といえば、公園にあるものというのは、昔の話。今の時代はなんと、ゲーセンの中で砂遊びできるそうです。エーデル砂場プラス、不思議な砂遊び。どんなものか実際やってみよう。制限時間が気になって、ほとんど何も作れなかったな。ちなみに、公式サイト見てみたら、こういう遊び方があるみたいだね。皆さんも、遊んでみてはいかがでしょうか。それでは今日の動画はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。